ン本郷、貴様も来い。うむ、これなのだが。ふん、読めるものならね。本郷でも無理か。なんでも地方郷とか言うらしくてな、連中とも顔見知りの貴様ならあるいはと思ったのだが。うん、先ほど使いの者がカリン様宛にと持ってきたのだが、私やケーファでも読めんでな。どう報告したものかと。うるさいわね。あれ、みんな集まってどうしたんですか、春蘭様。うん、お前たちか。あれ、これ誰が書いたんです？春蘭様ですか？ちょっと意外。おいこら、いくら私でもここまで意味の通らん文章を書くわけがなかろう。キーとはいえ、許せることと許せんことがあるぞ。え？意味ならちゃんとね、キー。うん、やっほー、チーホーだぴょーん。みんな元気？チーホーちゃんはとってもとってもとっても元気だよー。キー、お前それが読めるのか？え、読めますけど、チーホー語でしょ。それにしても上手ですね。この辺りの崩し方とか本当にチーホーちゃんが書いたみたい。普通ここまで再現できませんよ。みたいも何も本人の直筆だからな。よかったら続きも読んでくれるか。そうなんですか。実は次回のギャラクティカ大火曜天国にカリン様たちをご招待しちゃいます。一番の特等席を開けとくからみんなで来てね。チーホーよりハート。うん、これでいいですか。うん、よくやったぞフキー。えへへ。使いにことづてを含めておくか。せめて我々にわかる言葉で書いてほしかったな。うん、どうしたのよ、春蘭。ギャラクティカとはどういう意味だ？そうなのか、ギャラクティカ。だがこれが招待状と分かったからには。キー、これが読めるということは超三姉妹の舞台を見に行ったことがあるのか。はい、この間ルルと一緒に行きました。席が取れなかったから端っこでしたけどね。でも一番の特等席ってすごいですね。さすがカリン様。それってそんなにすごいの？最前列あたりの特等席になると
通に買おうと思っても一般席の10倍以上の値段がついているはずですよ。競争率もものすごいって聞きますし。プレミア？なるほどな。だが一体どんな舞台なのだ。まさか危険なのではないだろうな。何が危険なの。カリン様。あ、超三姉妹から次の講義を見に来てほしいという招待状が届きまして。そういえば彼女たちの舞台は一度も見たことがなかったわね。カズト、あなたは彼女たちの舞台見たことがあるのでしょ。どうだったの。すっごく面白かったですよ。あら、キーも行ったことがあるの。ルルと一緒に前に一度だけ。本郷、それでその舞台とやらカリン様に危険が及ぶようなことはないのだろうな。乱戦の中ほど危険なわけではないでしょ。なら招待を断るのも礼儀に反するわね。一度見に行ってみましょうか。行くならぜひ私も。なんだと。ケーファー、お前単にあの三姉妹の興行を見に行きたいだけではないのか。ふん、カリン様と私は一心同体。興行なんか興味はないけど、カリン様が行くとなればどこへでもお供するわよ。アネジャも行くのか。なら私も行った方が良いか。はいはい、僕も行きたいです。私も行っていいですか。この人混みは。歩きにくいわね。なんとかね。馬を出せばよかったかしら。なんだか僕たちが見に行った時よりも人が増えてますね。それにしても相当なものだな。本郷、警備状況はどうなっている？そうか、上策だな。どうしたの、ルル。誰か、私のお尻を。なんだと。そんなのまでいるの。やだ、もう帰りたい。本郷、兄ちゃん、まさかわざとじゃないでしょうね。
見えてきたぞ。報告では聞いていたけれど、ずいぶん大きな規模になっているのね。なるほど、少し楽しみになってきたわ。ねえ、さっきより人増えてない？三姉妹ではないようだが。あ、会長だ。会長？のようなものか。そう。バカにするつもり？工業主として招かれた以上、途中で逃げたとあってはいい笑いものだわ。シュンラン様、いよいよ始まりますよ。しろ、ケイは。死ぬな。傷は浅いぞ。戦か？これは戦なのか？カリン様、この春蘭がついておりますゆえ、ご安心を、ご安心を。まずはあなたが落ち着きなさい、シュンラン。わ
れが舞台。ええ、けどなんというかちょっと怖いわね。カズト、ねえねえ、カリン様も一緒にやりましょうよ。やるの？楽しいですよ。ほわー、カズト、やらないとダメ？人事だと思って。ならあなたもやりなさいよ。自分でろくにやらないものを人に押し付けるなんて。いいわ、やってみなさい。みんな、それじゃあ次の曲聴きたい？じゃあ歌っちゃうよ。すげー、気合い入ってますね。当たり前でしょ。はあ、これでいい。あなたにダメ出しされるなんてものすごい屈辱だわ。ほわー、本郷、貴様、カリン様に何ということを。そうなのですか、カリン様。まあね。ほら、そこ盛り上がってないね。もっと気合い入れていこうよ。もっと盛り上がらないと次の曲が歌えないよ。いや、さすがにそれはちょっと。本郷、貴様、こういう時くらい100人分の働きをしてみせんか。おわー！
女と、カズと。烏合の集まりだと思っていればいい気になりよって、下がれ下がれ下郎ども。このお方をどなたと心得る。副将軍って誰よ。空気読めよ本郷。お前は少し黙っていろ。このお方をどなたと心得る。巨匠大主宋孟徳様にあらせられるぞ。頭が高い、控えおろう。ああ、さすが春蘭様。春蘭様もかっこいいです。カリン様も最高です。こんな獣の集まりで動物の真似事をするくらいなら気を失っていた方がいくらかマシよ。控え控え。この宋孟徳に盾つこうなど、なんという身の程知らず。春蘭、秋蘭、構わないからやーっておしまい。はっはっ。何をふざけているの、カズト。大丈夫か、本郷。叫びすぎで頭がおかしくなったか。お前がバカなことをしている間に。そのくらい分かっている。キー、ルル、続け。はい、分かりました。本郷、お前はカリン様とケイファを頼むぞ。いかに強兵といえど、所詮は烏合の衆、この花崗豚の敵ではないわ。ディリャー。血が流れるのはさすがにまずいか。あまり武術は得意ではないのだがな。はあ、
のぶとい声援だけでホワホワあげるだけにしとかんかい。カリン様、隊長、ご無事ですか？うわ、なんか修羅場やね。今日の剣、取れてたけど来なくてよかった。喉が痛い。まったく、何だったんだあれは。ごめん。うわあ！春蘭。姉ちゃん、春蘭様、動物、貴様、さっきのは何だ、何が嫌っておしまいだ。そのノリ、語尾を上げるな。だってあの場面だったら一番盛り上がるのがあれだと思ったんだもん。盛り上がりすぎだ。少しは加減を考えろ。そうよ、カリン様にお怪我がなかったからいいようなものの、もし何かあったら私たちの首が飛ぶだけじゃ済まなかったのよ、ジー姉さん。蓮舫ちゃんも天宝姉さんも正直美味しいって思ったでしょ。まあいい経験にはなったわ。でしょでしょ。お前はもう少し反省しろ。あの熱気、いや、狂気と言った方がいいのかしら。あれに当てられた者たちが黄金の乱を巻き起こし、今は我が軍に新兵として加わってくるわけね。はい、技量はともかく式だけは折り紙付きと言っていいかと。それを御するのはこちらの仕事ということね。いいわ、あなたたちはこれからも自分たちの任を果たしてちょうだい。そういえば今日の興行は結局どうなったの？あれだけ大騒ぎになったんだから失敗？まさか、みんな盛り上がったってすごく喜んでくれてたよ。ちゃんとあの後そういう催しだったということにしましたから。それをあの連中は信じるのか？ある意味恐るべきね。だから、はい、これ。これは応援団が私的に主催している興行の二次会の招待状です。はい、この後で
応援団のみんなで集まってお酒飲んだり遊んだりするんですよ。応援団の自主的な集まりですから私たちは顔を出しませんけどね。我々にそれに行けと？うん、すごく盛り上がるらしいし行ってみたら？カズト、あなた行きなさい。ここまで来たのだからついでに見てみるべきでしょう。違う？そんな危ない集まりにカリン様をお連れできるか、バカ者めが。当たり前だろ。いいわね、これは命令よ。そうね、キーとルルも興味があるなら言っていいわよ。本当ですか？行ってみようかな。本郷、我が軍の大事な二人を預けるのだ。もし何かあったら。分かっているだろうな。そうね、骨くらいは拾ってあげるわよ。ありがたく思いなさい。気をつけていってらっしゃい。それじゃ行こうよ兄ちゃん。